あなたの名字を教えてくれるかな。下の名前は？これでいい？それじゃあ始めましょう。卒業を目前に控え、みんなそれぞれ胸に思うこともあると思う。そこでだ、卒業する前に。それじゃあ、藤崎やってもらえるか。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。女子が一人決まったから、残る一人は男子から選びたいな。誰か立候補する者はいないか。推薦でもいいぞ。はいはいはーい。こいつを推薦します。こいつそういうのすっごく好きなんですよ。そりゃもう毎晩夢にまで見てるとか見てないとかな。お、そうか、それは知らなかったな。他に誰か推薦か立候補する者はいないか。いないなら決定だな。二人とも進路も決定していることだし、時間は十分にあるだろう。よろしく頼んだぞ。余計なこと言うんじゃないの。何も聞いてなかったのか。だから卒業前に学年全体の文集を作るんだよ。さっきのホームルームはその委員を決めてたんだ。おいおい、お前まさかもう一人の委員が誰かってのも聞いてないんじゃないだろうな。藤崎さんだよ。学園のアイドルでありながら、運がいいことに俺たちのクラスメート、そして
さらに死ぬほど羨ましいことにはお前のお隣さんでありながら幼馴染であるところのあの藤崎しおりちゃん。少しは感謝する気になったようだな。まったく入学式の時から藤崎さんの方ばかり見てたくせに、この3年間まるっきり行動を起こしてないじゃないか。卒業まであと2週間しかないんだぞ。お前ら一緒の大学に行くわけじゃねえんだから、卒業したらたとえうちが隣同士でもそうそう会う機会はなくなるんだぞ。今のうちにお前の気持ちをはっきり伝えといた方がいいんじゃないのか。告白だよ告白。当たり前だろ。いいか、せっかく二人っきりになれる絶好のチャンスを作ってやったんだ。必ずいい雰囲気になる時が来る。っていうか自分で作れ。その時に告白するんだ。このままずるずる卒業したってただの幼馴染で終わっちまうだけだぞ。一緒に帰った？買い物に行った？おめでたいやつだな。そういうのをただの幼馴染って言うんだよ。まあいい、その辺は明日になればはっきりするからな。今年は2月14日、つまりバレンタインデーが幸か不幸か日曜日に当たってるんだ。必然的にチョコは明日、13日に渡されることになる。お前が藤崎さんから本命のチョコをもらえるかどうか、そこが運命の分かれ道ってわけだ。二人で何のお話？どうしたの？いや、こいつが文書委員になれたのも運命のなせる技だなんて言っちゃって、張り切っちゃって張り切っちゃって。そうだったんだ。でも知らなかったな、あなたが文集作りに興味を持っていたなんて。ああ、今日は栗林芽衣ちゃんのドラマの再放送の日じゃないか。こんなことしてる場合じゃない。じゃあ俺帰るわ。編集員頑張れよ。二人きりでな。それじゃあね藤崎さん、さようなら。いつも元気だね吉尾くん。そうだ、これ預かってきたの。私たち文集の写真を選んでレイアウトを考える係なんだって。これがその写真。頑張らないと卒業までに間に合わないかも。でもきっと楽しいと思うよ。いろいろ思い出を振り返ることもできるし、二人で何かを一緒にするのって久しぶりだね。小さい頃は何をするのも一緒だったよね。学校の宿題もどっちかのお部屋でいつも二人一緒にやってたじゃない。なんだかあの頃に戻ったみたいね。これからよろしくね。じゃあ作業の説明をするね。私たちが担当するのは学年全体のパートなの。原稿の構成をして、原稿に合った写真を選んで記事と写真をレイアウトするのが私たちの仕事よ。原稿の誤字や脱字なんかをチェックすることよ。3つの記事で1つのページが出来上がる構成よ。12個の記事が用意されているから、合計4ページ分作ることになるね。1日に1つの記事をチェックして、3日目にレイアウトを作れば、
締め切りの27日までには少し余裕ができる計算になるわね。じゃあ、早速始めましょうか。お疲れ様。うん。うん、大丈夫そうだね。すごいね、一人で全部見つけるなんて。あとは写真だね。ちょっと探してみたんだけど、この写真でどうかな。すごいよね、清川さん。並大抵の努力じゃそこまではいけないと思うの。きっと厳しいトレーニングを重ねてきたんだね。一つのことに打ち込むのって素敵だな。もうこんな時間だよ。そろそろ片付けようか。
このままずるずる卒業したってただの幼なじみで終わっちまうだけだぞ。どうしたの？何？え？もちろん一緒に帰るつもりだけど、どうしたの？改まって。なる時が来るっていうか、自分で作れ。その時に告白するんだ。ねえ、もうすぐ卒業だね。この道を歩いて学校に通うのもあと少しなんだよね。なんだか実感湧かないな。もっと寂しい気持ちになるのかと思ってたのに。あなたはどう？でも、これからだんだん寂しくなってくるのかな。そうだよね。みんなともお別れしないといけないんだもんね。私たちは会おうと思えばすぐに会えるじゃない。お隣同士なんだし。どうかしたの？ヘアバンドが好きだから。そう？ありがとう。私の髪、どこか気になる？そうかな。ありがとう。何見てるの？この制服とも、もうすぐお別れだね。毎朝このスカーフを結ぶの、好きだったんだけどな。うん。だけど、懐かしい写真がたくさん見られるから、結構楽しいじゃない？それに、何かが形になっていくのって、なんだかワクワクしない？頭では分かってるんだけど、なんだか実感湧かないな。卒業式の日にならないと、分からないのかもしれないね。そんなことないよ。どうかしたの？いつもとっても明るいよね。話してるとこっちまで楽しくなってくるもの。いつも笑っていられるのってすごいことだと思うよ。そうだ、
あなたは文集の作文、何について書くつもり？卒業文集のために全員が書く作文のこと、自分が一番輝いた時っていうテーマで。ああ、ひょっとして聞いてなかったの？あなたは何について書くの？そうね、私は文化祭の実行委員をした時のことかな。バンドコンテストとかいろいろ大変だったけど、一番の思い出だから。まだ時間はあるんだから、ゆっくり考えた方がいいよ。じゃあここで、作文、いい題材が浮かぶといいね。それじゃ。あなたが吉尾君に推薦された時のこと思い出して。あなたキョトンとした顔しておかしかったな。でも文集の編集には興味があったんでしょ？だったらよかったじゃない。吉尾君に感謝しないと。あ、そうだ、作文は書くこと見つかった？そう。でも、まだまだ慌てなくても平気だよ。ゆっくり考えた方がいいよ。あ、それじゃあ私、そろそろお風呂に入るから。おやすみなさい。クリアしたところだったんです。シューティングゲームしてたんですけど、最終ボスが強くって、それにボス倒した後にさらに基地から脱出を。あ、そういえばユミ、見たいテレビがあるんだった。
それじゃあ、おやすみなさい。はい、サオトメです。お前か。なんだ？何か女の子のことで聞きたいことでもあるのか？まあ、女の子の情報なら、電話番号から生年月日、スリーサイズに至るまで一通りな。それは企業秘密ってやつだ。あ、そうそう。それから、もしお前が周りの女の子にどう思われてるか知りたかったらいいな。調べてやるよ。で、なんだ？何が知りたいんだ？お、誰の情報だ？藤崎さん？お前幼なじみなんだから、俺よりも詳しく知ってるだろう。まあ、一応知ってることだけ並べるぞ。藤崎っと。あったあった。耳かっぽじってよく聞けよ。藤崎しおり、3年 A 組。電話番号は、だな。スリーサイズは上から85、57、86。趣味は音楽鑑賞で、特にクラシックをよく聞くらしい。容姿端麗、成績優秀。我がきらめき高校のアイドル。とまあ、そんなとこだな。まあな。女の子の情報なら俺に任せてくれ。ところでだ。お前マラソン好きだったよな。人聞きの悪いこと言うなよ。俺がせっかく卒業の記念にマラソン大会に出ようと決心したのに。そう、卒業式前日に行われるきらめき市主催のフルマラソンの大会だ。すでにエントリーの申し込みを済ませてきた。いいぞ、マラソンは。光る汗、躍動するしなやかな肉体、風になびくショートカットのサラサラヘア。とにかく、お前も明日から一緒に練習するんだぞ。お前もエントリーしてるからだよ。明日早朝5時30分、きらめき中央公園でトレーニング開始だ。お前、誰のおかげで藤崎さんとのハッピータイムを過ごせてると思ってるんだ？本当なら1ヶ月分昼飯おごるくらいの礼があってもいいところだぞ。それを卒業記念出血覚悟の大バーゲンで一緒にマラソンするだけでいいって言ってやってるんだぜ。まさか、まさか断ったりはしないだろうな。そうか、やってくれるか。やっぱりお前は親友だ。感想なんかしなくていいんだよ。わかるか？スポーツはな、結果じゃないんだ。むしろそれまでの練習にこそ意義があるんだぞ。うん。まあな。じゃあ、明日早朝5時30分、中央公園のボート乗り場だからな。